社員旅行としてフランスに6000人の従業員を連れて行った中国企業と同じグループ会社が、今度はタイでおよそ1万3000人の社員旅行を行っています。ここはパタヤのウォーターパークと言われる一大観光地なんですが、この時間は中国の観光客によって貸し切りとなっています。この大規模な社員旅行を行ったのは、中国広州市の健康食品などを販売するインフィニタス社です。タイの政府観光庁などによりますと、一行は10日から6泊7日の日程でバンコクとリゾート地のパタヤで旅行を楽しんでいます。参加者は1万2700人に上ります。この会社は今月6000人の従業員を連れてフランスに行った会社と同じグループ企業だということです。そしてこの旅行の経済効果は日本円で20億円以上に上ると見られています。